ようやく、あたりの暗さが薄らいできた。木の間を伝って、どこからか、行革が悲しげに響き始めた。もはや、別れを告げねばならぬ。酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたから。と、李長の声が言った。だが、 お別れする前にもう一つ頼みがある。それは、我が妻子のことだ。彼らはまだ、隔略にいる。もとより、俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに、死んだと、彼らに告げてもらえないだろうか。決して、今日のことだけは、 ないほしい厚かましいお願いだが彼らの孤弱を憐れんで今後とも堂々に祈祷することのないように計らっていただけるならば自分にとって暗号これに過ぎたるはない言い終わって宗中から洞国の声が聞こえた。 縁もまた涙を浮かべ喜んで理長の意に沿いたい旨を答えた理長の声はしかしたちまちまた宣告の自長的な調子に戻って